エリさん今日どこ行くんですか。はい、今日はね、この間ベアブリックのデザインをやらせていただいて、そのベアブリックが今日発売しました。おめでとうございます。12月14日なんですけども、今日その発売イベントに、今日発売日なんで、この渋谷パルコにその商品があるということで、ちょっと渋谷パルコに乗り込もうかなと思って行ってきたいと思います。でなんか渋谷に行くのってめちゃくちゃ久しぶりで、ストリート自体はもう週6とか週7くらいいた場所ですけども、なんか最近全く行ってなかったんで、ちょっと渋谷がどんな感じになってんのかなっていうのもあるし。そのレベルですか。センター街とか変わってんでしょ。変わってんの。センター街はちょっとやっぱだいぶ変わりましたね。6年前とかですね。ドンキの場所とか移動したんでしょ。あ、ドンキ変わりました、ね、ドンキセンター街になりました。だからなんかそういう風になんか渋谷もちょっと変わってきてるって感じなんで、それもプライベートでちょっと車でバーってこう街を見ながら、なんかパルコでその発売するんで、ちょっとパルコに乗り込んで的に。今回のデザインのポイントはどうですか。デザインはそうだね、中も中が半端ないので、この中、これ何が入ってるんですか。え、中身は何が入ってるんですか。これ JSB ってこうロゴが入ってて、結構いい感じになってます。ガラス、これガラスだよ。ガラスなんで、あ、ガラスじゃない、あ、ガラスじゃない、これ揃えたらどうなる？押しごらん。押したら当たるよ。次当たるよ。当たんなかった。美味しいですか。美味しいね。おお、すごい。ザチーム、ザチーム。ストリート時代の、ありがとう。めちゃくちゃ人多いですね。すごいよ。隣の方をお待たせしていきますので、お見せください。身長ちっちゃいから俺が撮ったり。身長ちっちゃいから俺が撮ったり。わあ、すごい、すごい人。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こっち2回目の店員さんですね。アメージングコーヒーと一日店長というか、一瞬来た一瞬見に来た。懐かしいよ。最初のやつでも結構初期で、はい、これでもすごい日焼けしてますね。これはこれめちゃくちゃ日焼けしてますよ。いやいや、俺だからね。俺だからめっちゃいい匂いしますか。めっちゃいい匂いしますね。ビトンかな。エリさん、めっちゃいい匂いするみたいです。あ、ビトンの。あ、ビトンのやつです。ありがとうございます。あれ、そのサングラス、おニュース。おニュースですね。この間、YouTube に載せれなかったやつ。ベアブリック、まあ、僕がプロデュースってわけじゃないんですけど、なんか僕がちょっとデザインで手伝ってる、このプロジェクトだったんで、JSB に。だから、こうやって、少しでもこの瞬間見に来れて嬉しいです、うん、昨日メンバーにもみんなにあげて、中色さんもそうだし、まこっちゃんとかもなんか欲しいって、ね、連絡来て、そこ今日渡して髪を。どこに飾ってほしいですか、ベアフリックを。どこだろう、まあ、家だ
と、まあベッドの横かな。ちなみにエリさんどこに置くんですか。リビングもあるし、寝室もあるし、衣装部屋にもあるし。もっていうとなんかトイレにもあるし、ね、いろんなとこに置いてますよ、うん、全然余ったら、また欲しがってんの。いえ、余ったら、ね、また欲しがってんの。余ったって言うとあれ、ビトンに引きずって送ります。ありがとうございます。スペシャルな7時にですよ、はい、そこにもしてほしいの。ありがとう。なんかこういう自分の好きなものを共有できてほしい。なるほどだ。おお、お願いします。11月にライブ、本当クリスマス、よっしゃ、バッチリ盛り上げれば。ありがとうね。これにサインしてください。来ました、フォートナイト。書けるかな。ありがとう。今日じゃあフォートナイト申し上げる。やろう。ありがとうございます。寝室ですか。あ、マジですか。ありがとうございます。サインの最後は絶対ハート書いてるんですか。直接書くときはなるべくハートは入れるんですけど、その時の気分から星とかハートとか、なんかその時のテンション。近くの時は近くどういう意味なんですか。近くに会った時ハイタッチベイビー、ハイタッチベイビー、ハイタッチで回ってる時にできたの。昨日撮影でドクドク動いてた。幸せなことだよ、本当に。おめでとうございます。はい、いやでも限定お店に入れる70人の皆さんに会って、でこの場所ね、ファッションでだったりこういうまたライブとは別のアプローチでこうみんなと会えたのが嬉しいことですし、たくさんの人が来てくれて、楽しかった。そしてこの JSB、 このバーチカルガレージで皆さんがこの JSB だったり LH アパレルを出すグッズで楽しんでもらえたら嬉しいです。渋谷の新しい東京を作って、もう僕もネオ東京でプロジェクトやってるんですけど、そういうコンセプトがなんか分かるような感じになっているので、なんか好きですね、この空間。ぜひ渋谷の、パルコ3階にあるバーチカルガレージに皆さん来てください。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。人がいっぱい入ってましたね。いや、いっぱい来てたね。いや、めっちゃ嬉しかったですね。今あそこのバーチカルガレージっていうところはできてからあんまり時間経ってなくて、まだファンの皆さんとかにまだ認知されてない場所なんですけど、今回で知ってもらえたと思いますし、たくさんの人が会いに来てくれて、そしてビアブリックもすごい人気で、こう、何個売れたんだろう、1000個ぐらい売れたみたいで、オンラインも1時間ぐらいかな売れて、すごく嬉しいことですし、なんだろうな、ベアブリックってなかなか高いものでもあると思うんですよ。でもそういう風にたくさんの人に 手に取っていただけて、また音楽以外でもこういう発信の仕方もすごく自分としても楽しいので、今回こうやって発売できて、まあ、自分はもうデザインこういうの好きなんで、まあ、今回はベアブリックのデザインだったんですけど、
まあ、今後またアパレルとかはまだやったことないので、なんかそういうものだったり絵とかも描きたいから、そういうのをやったり、うん、なんかいろんなのにやっぱ挑戦して楽しむって大事だなと思ったんで、今日はやってよかったですし、会えたファンの皆さん本当にありがとうございました。どう、ベアブリックどうだった？いかがだった？可愛いですね、ピンクで、なんかこう男の子は可愛い、女の子は似合うみたいな感じです ね。なんかピンクだし、なんだろう、ベッドルームにでも置いてください。